れた。ただいま。今一日疲れた。あっちい、あっちいなこりゃ。それはいつものような仕事の日々。おりゃ、仕事に疲れた僕はこの日不思議な夢を見た。現実に嫌な僕が不思議な夢を見た。丸くなってるのだ。すごいことになってるのだ。これはどういうことだ。丸くなってる。なんかいつも通りやろうと思ったら、この世界に僕いる。いやー、しかし困ったのだ。まさか僕のあのアイコンがね、あんな風になると思わなかったよね。ティラ君可愛くなったね。でもでも、それってすごいチャンスなんじゃないかな。ほら、VTuber としてさ。いや、まあ確かにいいっそ。この姿もありかな。ありかなって思っちゃうよね、これ。生放送とかでさ、この姿で僕出てもありかもしんないよね。ね。僕誰の目線で話しましたよ。そうだなぁ。まあね、一回これでみんなに挨拶してみようか。ね、生放送でこれ受けるかもしれないよ、今ね。今流行りのやつだよね、流行りのやつ。そうだよ。元なんかに戻らずに、ずっとこっちにいようよ。ずっと、こっちの世界にいてよ。夢かな。お、手ある。手あるわ。あれ？夢だったのかな。夢だ。夢か。なんか不思議な夢を見たんだけど、ちょ、パソコン見た方がいいか。いるわ。いる。さっき見たやつ。じゃあ、たまにはこれなるか、俺も。さてと、仕事、行くか。今日も嫌な一日が始まる。